ナンバーアンダーラインイの新作 MV、台湾ファン熱狂の理由とは、文化と風景が融合した特別な作品に注目。台湾ファン、待ちきれないと熱狂。ナンバーアンダーラインイの新作 MV トレーラーが公開されると、台湾のファンコミュニティは一瞬にして興奮と期待に包まれました。たった数秒の映像にもかかわらず、そのインパクトは計り知れず、SNS 上には喜びの声があふれ返りました。 彼らにとって、この MV が台湾で撮影されたという事実は、特別な意味を持ち、喜びと誇りの感情を引き起こしています。台湾出身のファンにとって、自国が愛するアーティストの創造的プロジェクトの舞台となることは、まさに夢のような出来事です。このような感情の高まりは、ファンとアーティストの間に新たな絆を生み出し、彼らの関係をさらに深めています。 SNS に投稿されたコメントの数々は、単なる応援の言葉以上のものを伝えています。台湾のファンたちは、ナンバーアンダーライン愛が自分たちの国に来てくれたことを誇りに思い、感謝の気持ちでいっぱいです。見た目大人、後悔心光栄です、台湾に来てくれてありがとうなどの言葉が示すように、彼らは自分たちのアイデンティティとアーティストとのつながりを強く感じています。この感情は、 地元で撮影された MV という具体的な形で表現されており、彼らの誇りをさらに高める要因となっています。ファンたちは、自分たちが住む場所がナンバーアンダーライン愛のクリエイティブなビジョンの一部になったことを大いに喜んでいます。さらに、これらのコメントからは、MV に対する期待感と緊張感が伝わってきます。ほんの数秒なのにめっちゃ引き込まれる、不穏そうな雰囲気が緊張感高めますね、ドキドキ。 ワクワクという言葉は、彼らがどれほど新作を楽しみにしているかを物語っています。トレーラーのわずか数秒間で見せられた映像と音楽は、ファンの期待を一気に高め、これから公開される作品に対する興奮を倍増させました。ナンバーアンダーライン愛のファンは、彼らがいつも新しい驚きと興奮を提供してくれることを知っており、今回も例外ではないと感じています。特に、 トレーラーの不穏な雰囲気がファンの間で大きな話題となっています。これまでの作品とは異なる新たなテイストが予感される中、彼らはその予期しない展開に胸を高鳴らせています。ボンのラストから INZM へと続く不穏な雰囲気に続々、この数秒で続々する、といった反応は、ファンがトレーラーに込められたストーリー性や雰囲気に強く引き込まれていることを示しています。ナンバーアンダーライン愛の映像作品が常に視覚的にも、 聴覚的にも驚きを提供してきたことを考えると、今回の MV もまたファンを予測不可能な旅に誘うことが期待されています。このように、ナンバーアンダーラインアイが台湾で撮影した MV は、ファンにとって単なるエンターテインメント以上の意味を持っています。彼らは自分たちの文化や風景が世界中に発信されることに誇りを感じ、また自分たちが大切にしているアーティストがその舞台で作品を作り上げたことに感動しています。 この感情は、ファンとアーティストの間に特別なつながりを築き上げる要素となり、彼らの支持をさらに強固なものにしています。さらに、ナンバーアンダーライン愛のファンたちは、このトレーラーを見た瞬間から、19日に公開される MV を心待ちにしています。19日が楽しみで仕方がない何度も見ちゃうな待ちきれなさすぎる、という言葉に表されるように、彼らはその日を指折り数えて待っています。特に、 トレーラーの中で感じ取れるストーリー性や音楽の緊張感が、ファンの期待を一層高めています。このような感情の高まりは、ナンバー・アンダーライン愛の作品が常にファンを驚かせ、喜ばせてきたことに対する信頼の証でもあります。台湾のファンたちは、ナンバー・アンダーライン愛が常に新しい視点や驚きを提供してくれることを知っており、今回もまた彼らの期待を超える作品が生まれることを信じています。 MV の公開に向けて、彼らの期待と興奮は日々高まっており、19日にはそれが一気に爆発することでしょう。彼らは、その日が来るまでの間、トレーラーを何度も見返しながら、想像を膨らませていることでしょう。そして、その期待がどのように満たされるのか、あるいは超えられるのかを確かめるために、目を凝らして待ち続けています。このように、No.1 アンダーライン愛の新作 MV トレーラーは、 台湾のファンにとって特別な意味を持つものとなりました。それは単なるエンターテインメント作品の一部であるだけでなく、彼らのアイデンティティや誇りを象徴するものでもあります。ファンたちは、このトレーラーを通じて、アーティストとの新たな絆を感じ、その絆がさらに深まることを期待しています。そして、彼らの期待がどのように実現するのか、MV の公開を楽しみに待っています。この期待感と興奮は、 単なるエンターテインメント以上のものであり、ファンとアーティストの間に築かれる特別な関係の象徴でもあります。最後に、台湾のファンたちが抱くこの期待と興奮が、どのようにしてこれほどまでに高まったのかについて考えてみると、それはナンバーアンダーライン愛がこれまでに築いてきた信頼と彼らのクリエイティブな力に起因しています。彼らは常にファンの期待を超える作品を提供してきたため、今回もその期待が非常に高まっています。 また、トレーラーに込められたメッセージや雰囲気が、ファンの心に深く響いたことも、その期待感を高める要因となっています。このような感情の高まりは、ファンとアーティストの関係をさらに強固なものにし、彼らの絆を一層深めることでしょう。ナンバーアンダーラインイの新作 MV がどのようなものになるのか、そしてそれがファンの期待をどのように満たすのか、非常に興味深いところです。台湾のファンたちは、 この作品を通じて自分たちのアイデンティティや文化がどのように表現されるのかを楽しみにしており、その結果がどのようになるのかを見守っています。彼らが期待するように、この作品が彼らにとって特別なものとなることを願っています。そして、その期待が実現されることが、ナンバーアンダーライン愛とファンとの関係をさらに深めるきっかけとなることでしょう。今後も、 ファンとアーティストがどのようにしてこの特別な関係を築き上げていくのか、非常に楽しみです。台湾のファンにとって、ナンバーアンダーライン I の新作 MV はただの音楽映像以上のものです。それは自分たちの国と文化が世界に紹介される機会であり、さらに大好きなアーティストがその舞台を選んでくれたという事実は、彼らにとって非常に誇り高いものとなっています。このような感情は、 特に SNS 上での反応に顕著に表れており、ファンたちはまるで自分たちが MV 制作の一部であるかのような感覚を抱いています。ナンバー・アンダーライン愛は、ただ単に音楽を提供するだけではなく、そのビジュアルやコンセプトを通じて深い物語性や感情を伝えるアーティストとして広く知られています。そのため、台湾のファンは今回の MV に込められたメッセージやテーマに対しても強い関心を寄せています。彼らが感じた、 不穏な雰囲気や、続々する緊張感は、単なる視覚効果以上に、ナンバー・アンダーライン愛が意図的に仕掛けたストーリーテリングの一環として受け取られています。この不穏さは、ファンの期待を高める要素であり、また作品の深さや複雑さを予感させるものです。これまでのナンバー・アンダーライン愛の作品において、単純な楽曲や映像ではなく、より深いテーマや物語を感じ取ることができたファンは、 今回の MV にもそのような複雑さを期待しています。ファンの間で、ボンのラストから INZM へと続くと語られるように、ナンバーアンダーライン愛の世界観は一貫性と連続性を持っています。彼らの MV は単独で楽しむことができるだけでなく、過去の作品とつながりを持つことで、より深い理解や解釈が可能になります。このようなストーリーテリングのアプローチは、ファンを引き込み、 彼らの想像力を刺激しますファンたちは作品の中に散りばめられたヒントや伏線を追い求めそれを解き明かす過程そのものを楽しんでいるのです。また台湾のファンにとってこの新作 MV が持つ特別な意味はその舞台が台湾であることにあります。台湾という国が持つ多様な文化や風景がどのように映像に反映されるのか。 そしてそれがどのように物語やテーマと結びつくのかという点にも強い関心が寄せられています。自分たちの生活圏がアーティストの作品の一部となり、世界中に発信されるという事実は、台湾のファンにとって誇りであり、自国への愛着を再確認させるものでしょう。このように、ナンバーアンダーライン愛の新作 MV は、台湾のファンにとって単なる視覚的・聴覚的な楽しみを超えたものであり、 彼らの文化やアイデンティティに深く根ざした感情的な体験でもあります。彼らは自国が作品の舞台となることで、自分たちがアーティストの世界の一部になったように感じ、またその一部であることに誇りを持っています。この感覚は、ファンとアーティストとの間に特別な絆を生み出し、彼らの関係をさらに深める要素となっています。ナンバーアンダーラインアイがこの MV を通じて何を伝えようとしているのか。 ファンたちはその答えを待ち望んでいます。トレーラーの中で感じ取れる不穏な雰囲気や緊張感は、ただのエンターテインメントとしてではなく、より深い意味やメッセージを探ろうとするファンにとって、大きな挑戦でもあります。彼らはこの MV を通じて、何が語られ、何が明かされるのかを、自らの手で解き明かしたいと願っています。